本当ですか、ね、今回はなんと素敵なお客さんをお呼びさせております。憧れの先輩レオさんです。なんか言ってもいいですか。レです。オですいや、これ悪すぎる。なんでレオさんに来てもらったかというと、今回はお化粧を教えてもらいたいなと思っております。まだやってない部位があるなって思って、それがアイラインなんですね。このアイラインを教えてもらうべくレオさんに来ていただきました。はい、レオさんレオさんはね、素敵なアイラインをお持ちなので、ぜひそれを教えてもらいたいなと思って、今回こんなものを買ってきました。ズズッターン、メイベリンのやつです。はい、ということで今回この、適当にジャスコで買ったメイベリンのアイラインを使って早速描いていきます。いっちゃうの、チャンカバーナー。じゃあ先にレオさんに教えてもらいたいと思います。それで片目描いてもらいます。お願いします。はい、コツとかってあるんですか。コツですか。コツはこの際どいところを攻める。際どいところを攻めるだそうです。語彙力、語彙力目つぶるんですか。こうやってしてください。半目みたいな。そうそうそう。まぶたが痙攣してるから。グググって。はい、ということで書き終わりました。どうですか。目つぶった方がいいかな。つぶら、はい、こっちがやってない方でこっちがやってある方ですね。韓国チックになってません。韓国チック結構違うくないですか。ですがこれで終わらないのが影井宏樹、宏樹影、影井教授の息子影井宏樹なんです。次はこれを自分でやってみたいと思います。はい、目尻から描いて、目尻から、え、目つぶった方がいいですか。なんか半開きみたいな感じ。まぶた、まぶた上げた方がいいですか。え、なんか引き上げる感じ。え、こうですか。ちょっと待って。止まりました。これもう修正不可でしょ。ギブアップ。はい、ということでこちらがレオさんが描いたアイライン、こちらが影井が描いたアイライン。はい、見ての通りです。アイライン描けれません。ちょっと待ってください。直してもらいます。なんか右目の主張が激しいですね。ピキッて。はい、ということで今直してもらって右目をこんな感じになりました。はい、どうですか、かけてますか、アイライン。はい、ということで今回はアイラインを引いてきたんですが、どうでしょうか。難しいです、アイライン。とってもなので、もっと慣れていって、いい感じのアイラインを描けるようにお勉強いたします。最後にレオさんから一言どうぞ。いや、めちゃくちゃ無理でしょ。じゃあ、もう考えたら。ありますか、なんかありますか。なになにですか。なになにです。なになにです。ごめんなさい、これ本性なんでね、ちょっとバンチャミー。大丈夫ですか。はい、これで終わりです。大丈夫ですか、それ。はい、私にとって君は友達なんかじゃないよ。シグナル OK、 シグナル OK、 チリ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 、大好きよ大好きよ、なんで届かない君に似て
チリ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 なのになんで知らんぷり本当好きなのに途中月の再感じてシグナル見て会いますね中の再感じてシグナル見てはっ冷たい目。